ハウジのクリスマスクッキング。イエーイ。竹越しするとこもるな大体。クリスマスが近づいてきましたね。はい、はい、近づいてきましたね。というわけで今日は皆さんにぜひ作ってもらいたいクリスマスレシピを紹介したいと思います。頑張ってね。え、一緒に作ってる。というわけで私はカメラに回ります。頑張ってね、サンジ君。バイバイ。さてやるかというわけで今日作るメニューはこちら。じゃじゃん。クリスマスホワイトシチュー。違う違う、ホワイトシチューはただのシチュー。クリスマスどこにも入ってない。これをクリスマス仕様にするね。というわけで早速作っていきたいと思います。まず具材を切る前に皮を剥きます。チョコとかね、私カメラ入るけど気にしないでください。皆さんはどうやって過ごされますか？ちなみにこちらは仕事です。え、今うちになんかクリスマスプレゼント買ってよ。え、じゃあ俺にも買ってよ。送らない。なんでやろ。エイカがもしクリスマスに一つだけ何かもらえるとしたら何もらう？え、金額の上限は？金額の上限なし。なし。本当にただ何かもらえますってなった時。そうやな。土地、土地、土地、土地か家。でかい家。なんで？欲しいから。あ、現実的なところで行くと猫。あー、言ってたね、猫飼いたい、猫飼いたい。そして皆さん、これ人参。エカの大好物の人参です。普通に切ればただの人参です、はい、ですが、これをこちら。あ、じゃじゃーん。無理よ。めちゃ厚い。全然無理や。ちっちゃいの、なんでちっちゃいの。あった、うん、おー、来た。こちらで、いやこれもギリギリよ。まあいいや、これで人参をまず輪切りします。輪切りに。これね、動画見てくれた人はわかると思うんですけど、サンジがね、ねずこちゃんにクッキングをしてあげてるっていうね、動画なんですね。まあ YouTube で見たのは、人参を切るときにこうやって置いちゃうと斜めになっちゃうから、ここに指を入れるとまっすぐなるよって感じ。へぇー。エカって意外とそういう変な豆知識あるの？いや、普通に YouTube で。皆さん YouTube はいいですよ。じゃあいいですよ。よいしょ。あー、すまれた。そこらへんじゃない？これでいい。そしてこの人参を重ねていきます。おお、かわいい。それ人参、人参終了。人参、今買われた。なんで知らんの。スライスチーズ乗せたらっていうのが歌がある。人参、ピーマン、カイワール、トマトってやつ。全然わかんない。なんでわかんないの知ってる。なんか YouTube 見てたら流れてる。 YouTube か。OK、 次次でジャガイモ。ジャガイモでかいな。ガイドポテトにちょうど良さそう。ああ、確かに。次はジャガイモを調理中でございます。ハート型のね、型をね、くり抜いてるんですよ。わかりますか？ジャガイモのハートってあんま見たことない気がするな。なんでだろう。だってハートっぽくない色してんもん。普通人参。確かに。逆にこっちが星の方が良かったんじゃないの。これを言ってしまえばそうなんやけどさ、あえて逆にするっていうところがサンジのセンスっていうことでしょ。ああ、なるほどね。続いては鶏肉を切ります。さっき実はブロッコリー切っちゃいました。皮を剥ぎます、はい、わー。皮剥ぐのは昔ね、うどん屋さんでバイトする時に柏の天ぷらを入れた時に、はいはいはい、そう、よ入った。めっちゃ入った。エイカはすごいいろんなバイトしてるんですよ。そうそう、結構ありとあらゆるバイトしてるよね。そうよ、ありとあらゆるバイトすると、うん、何かしら身になる。なるほどね。今までで一番身になったバイトは引っ越し。引っ越しのお金がいらんくらい、うん、自力でやるから。ああ、まあ確かにね、できちゃうもんね。できちゃう。でもエイカよく手伝いに行ってるもん。そうよ、手伝い。自力で引っ越した方がマジで3万円ぐらいを考えたら単身やったのね、うん、その3万円でさ、棚とかいろいろ買えるやんか、うん、やっぱり知り合いに頼むよな。知り合いに頼んだとしてもやっぱ1万円ぐらいでさ、やってくれたりするわけやんか。俺は別にお金取らへんから、知り合いはいい。そうそう、知り合いはいい。というわけで皆さん、もし引っ越ししたいという方がいらっしゃいましたらこちらまでご連絡ください。OK。
はい、続いてサラダを作ります。トリュレタス、トリュレタス洗わなかった、水洗いしてから使ってください。洗い物は増やしません。だって袋を使うと洗い物を使わずに洗います。皆さん覚えておいてください。袋を使うといいらしいですね。今思いつきました。今思いついた。そしてこれをいい感じに、いい感じに盛り付けるために細長く食べる。もう手で切り出せや。もう手で切り出せや。こいつ使うなんてや。ほんまに。そしてブロッコリー。ブロッコリー。あ、なんかこの角度ちょっといい感じ。わざわざこういう感じ、これ感じ。ほぼり出す。一冊、沖縄の冊で。俺だけ開けてる。なんかお料理するのって男性キャラが多いんですよね。だからエイカさん頑張って。頑張ってるよ。お料理エイカ。トマト。あの子が嫌いなトマト。トマトね、どうしてもダメなんですよ。アレルギーかな、多分。だから半分に切って、こうやって切ることによって、パートが出るんですよ。ブイやん。なんかチョッパーの手みたいになったやん。チョッパーの手。チョッパーの手。このトマトは好きな形に切ってください。はい。え、ちょっとこれおかしくない？ちょ皆さんに見せてあげたい。エイカーの作った星をちょっとよかったら皆さん見てください。これ、エイカーの作った星。星。ダメた。ダメた。ちゃんとね、余り物も残さないっていうね、三次元のね、素晴らしさですよ。おいしい。そしてローサム。ローサム。ローサムでリボンを作ります。どうやって、多分あれでしょ、真ん中に爪楊枝的な。頑張れってこと、うん、オリジナルで頑張れ。イエーイ。星形の人参とハート形の芋が割れていってる。物乾いてるのかな。不思議にちょろっと飲んでも大丈夫かな。何使うの。100入れる。これ100ある100あるよ。美味しそうやんか、別にブロッコリーは砕けていくやん。あ、でも人参、あ、でも人参いってるやん、それじゃがいもどこ一切おらへんやん。じゃがいもも粉々になっちゃった。あ、でも普通に美味しそう。当たり前やん、普通にってない。サンジが作ってんねんで、美味しいに決まってないんか。エカサンジが作ってるんですね。まあ、普通に美味しそう。フランスパン買い忘れてた。あ、そか、あなたフランスパン好きやもんな。うわ、フランスパンと一緒に食べて美味しかったね。続いてはデザートを作っていこうと思います。イエーイ。まずチョコのやつを溶かしていきます。動画撮るの忘れてた。バナナを切ります。バナナ失敗するんだ。バナナ、バナナ。いつも大体うちらこんな感じで撮影してるね。バナナ、そしてバナナは適度な長さに切ります。適度な長さ、長さだと大体3分の1にしていきます。はい、いきました。竹串を用意します。竹串、そしてマシュマロ。マシュマロ、マシュマロ。そしてこの主役、イチゴ。イチゴちゃんを取ります。でかいのでここから半分にします。なるほど。あー、なるほどね。顔長い。顔長い。思わなかった。刺します。いや、あ、出てきた。え、サンジ君？え、あなたサンジ君よね。あ、うまい、うまい、うまい。それはすごい。じゃじゃん。絵描いたサンタさん。火描こうと思ったらなんか牙みたいな。牙です。どれだ。それもいい感じになったかな。これだけ。
では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 、エカの作ったじゃじゃーん料理です。いただいてます。いただいてます。普通に美味しいよ。普通に美味しいよ。寝てるもん。うん、とっても美味しいです。うん、美味しい美味しい。うん、美味しい。シチューがジャガイモって感じ。うん、うん、確かに。なんかグラタンとシチューの相性。そうそうそう、飲めるポテサラ。確かに分かりやすい。シチューもおいしい。うん、鍋で言うと多分そのサラダ食べれない。なんでトマトかな。おい、好きで飲んだよ。うん、無理。一番よく言ったのはビーフ。長すぎません。あんまりいろんなやつが起きても大丈夫ですよっていう。なるほどね。だから家族で作るのね、うん、あの自由に工夫を活かしましょう。確かに子供とかって先生って楽しくはね、これね、うん、あ、僕も料理とは思うので楽しいものですからね。うん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 、おいしい。うん、というわけで以上、ラムの撮影裏側料理版でした。でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。SNS やってるよ。全部一人に行った。次回の動画でお会いしましょう。グッデイ。ちょっと化粧変えたんだ。